運動自転車、いーチャリティー。 はいどうも、イーチャイティの鈴木です。今日はまずですね、昨日あげた動画についてのね、お礼をね、一つ言いたいなと思って、それからね、お話をしていきます。昨日ですね、僕がね、通販業界をやっているんですけれども、ハイパー仕事人になるためにはですよ、電力とかインターネットとかを使う僕にとってはですね、停電とかが危機的状況になるので、ポタ電、ポータブル電源とソーラーパネルがあれば、ちゃんとしたハイパー仕事人になれるであろうということでね、え、それを買ってきましたっていう動画でしたね。で、ソーラーパネルが接続できないぞ、 っていうことでうおうさおうしてる映像で終わったかと思うんですけどまあそれに対してねさすがですねポタ電に詳しい方からねその接続のケーブルに関しては同梱されてないはずだよと、えー、アドバイスをいただきました本当にありがとうございますユンケルレインボーさんはいありがとうございましたおかげさまでですね僕もあのお店の方に問い合わせはしてたんですけれどお店の方でねご好意であの1本あるんで、えー、っとプレゼントしますっていうことで言っていただいて、えー、それをね使って無事にソーラー発電ができましたなんと今日はねあのちょっとやってみたんですけど映像で チラッとだけ撮ったんでこれお見せしますよ、まあ天気がいいっていうか晴れ間の状況がちょっとだけあったんでその間だと 100W ぐらいの感じで充電されてておこれはいい感じだなと思ってたんですけどもちょっとこう雲がねかげったりすると50とか60とか70とかまああとは日がかげってくると 10W とか 15W みたいな感じにはなってたんですけれど期待できるなという予感がしたのでかなり良かったかなと思います。あの最初にソソーーーーララでで絶対やっってみようと思ったんでソーラーでやって であれぐらいにいったんだなと思った上でコンセントでねちゃんと自宅でやってみたんですけど最初がね300ワットぐらいの感じで充電されてたんです。そしたらなんか途中からねブーストかかったようになんか650ワットぐらいの感じでぐわーってなってガンガン溜まっていってる状況だったんでこれはいいなと思いました。ぜひ皆さんもねああいうのちょっと検討してみてはいいんじゃないでしょうか。でですねえー、っとその話はこれぐらいにしといて今日お話をしようかなと思ったのがまあこの冬の時期ですねまあスノーパーク冬雪が降って いる中でススキーーーををししまますすかかノボド皆さんどんなことを楽しみますかっていうところの一つのコンテンツとしてねまあ、あのこういうのがありますよっていうあれなんですけれどちょっと 画像も見せますこれはね、ちょっとね、パッと探しただけのサイトなんで、えっ、ー、と、これはね、北信州、とがり温泉スキー場というところです。長野県のね、スキー場なんですけれども、ゲレンデ自転車とかって検索すると、これらのコンテンツが出てきますと。で、どんなコンテンツかというと、スキー場のゲレンデを、主にファットバイクを使って自転車走行するというね、あのコンテンツが、えー、いくらかやられているところがあります。5000円だったら、まあ、本当にコンテンツとしては面白いなと思うんですけれど、いかがですかね、皆さんね。で、あの、ここのとがりスキー場さんのね、この YouTube があり いましたんあこんな感じですよ、まあ、想像通りですけれどね雪の上をバットバイクで走ったらこんな風になるんだろうなと思うのがこうなるこれは雪の状態にも結構よるかもしれないです僕話聞いたことがあるんですけれど結構あのタイヤに雪がガッツガツくっついてしまってっていうこともあるみたいですけれどそれはあの場所とかねあの雪質によって変わってくるのかもしれないですけどね はい。ということで、ゲレンデで雪の上を自転車で走るっていうことの難しさっていうのを一言で言うと、エッジがかけられないっていうことなんですよ。 あのスキーとかスノーボードって止まる時にこのエッジを効かせてっていうんですかねこう端っこの角のところをギ,ギギギギギとやって止まるっていうねことなんですで僕昔からねもう本当に小さい時からずっとスキーもやっていたしえっ、ー、とスノーボードも中学生ぐらいからずっとやっていたしっていうことで、まあ、そのあたりはねエッジがどう効いてどう止まれるかっていうところの感覚はね十分に分かってるんですけれど自転車で急ブレーキをかける時どうするかっていうとブレーキ握るか足をつくかドリフトみたいな感じで止まるかみたいな 感じになると思うんですけど、スキーとかスノーボードみたいなこのエッジを効かせるっていうようなところまではなかなか難しいんじゃないかなと思います。だから思いっきりのこうあのアクティビティ。 あの自転車は思いっきり速く走らせてすごく急なところを走ってとかっていうのをもしかしたらイメージされる方もいるかもしれないですけども割とあの平坦なところでこのんびりこう走るっていうものをやってらっしゃるところが多いんじゃないかなと思います。はちゃめちゃな遊びとかはね当然できないとは思うんですけど自転車でねこう広々とした雪の上のコースを眺めのいいところをね気持ちよく走っていくなんていうことはなかなかできないと思うのでそういうコンテンツねこの冬ね新たにチャレンジしてみたいなという方々はぜひゲレン で自自転車スキー場自転車車ススキキーー場場ファットバイクはいそんな感じでねあの検索してみてください特にねあの関東圏の方なんかはすごくいいと思いますよ長野県とかにそういう場所がね結構あったりして長野県っていい場所なんですよねあの関東からね土日お休みあるななんてなるとさっとまあ行ける距離感なんですよねだから長野県ってそういうあのコンテンツっていうかアクティビティがすごい発達していてお客さんが来るからあのぐらいの規模のねアクティビティがいっぱいできるっていうところでまあでもね北海道とかでもこういうコンテンツやってるところはありますので でちょっと足を伸ばしてねちょっと北海道旅行のついでにこういうこともやってみたいなっていう人もいるかもしれないのでまあそんなところねいろいろ調べてみてくださいということで今日のお話はそんなところでございまししたた EJIT の鈴木でしたありがとうございました。